血液の中の水分が減るっていうことはね、血液が濃くなってドロドロになってくるわけですよ。脱水っていうのは本当に気をつけなきゃいけないですね。みんなで生きよう100年チャンネル。どうも梶原です。千葉ちゃんです。よろしくお願いします。先生、はい、もう最近暑いんで、なんかこう脱水症状とかを気をつけなきゃいけないなと思って水分たくさん飲んでるんですけど、脱水症状と何かこう目の病気、関係あったりするんですか？あのね、脱水はね、とにかくありとあらゆるところに関係してきますよね。脱水っていうのは体の水分が減っちゃう状態ですよね。そうするとね、体の水分が減るっていうことは、まず血管を流れている血液が濃くなっちゃうんですよね。それから血管の外、毛細血管とかそういうね、細かい血管が走ってる外側、まあ組織って言われるんですね、そこの水分も減っちゃうわけですよね。だから血管の中も外も水分が減ってる状態が脱水なんですが、血管のね、中が一番問題ですよ。血液っていうのはね、厳密にいろんな仕組みでね、一定の状態に保たれてるんですよ。例えばね、アルカリ性食品を食べると血液がアルカリ性になるとか、酸性食品を食べると血液が酸性になるとか、これ大嘘ですからね言っときますけど、血液の中にはね、もう何重にもバッファーアクションって言ってですね、酸性アルカリ性っていうのがもう 7.4 ぐらいにバッチリと抑えられて、びくともしないような仕組みがあるんです。だから酸性に傾いたりアルカリ性に傾いたりっていうのはないんですよ。血液自体の pH が変わるってことはないんです。だからその塩分濃度もですね、一定に保たれてないとすぐ具合悪くなっちゃうんですよ。で、pH ほどじゃないんですよね。少し時間かかるんです、調整するのに。腎臓とかいろんなところ血液取っていくからね。ですからね、脱水っていうのは本当に気をつけなきゃいけないですね。血液の中の水分が減るっていうことはね、血液が濃くなってドロドロになってくるわけですよ。赤血球っていうのがね、細い毛細血管を通っていくときにね、スーッて通っていったものがね、こんななって通っていくようになってくるんですね。だからね、脱水症状っていう状態になると何が起こるかっていうと、赤血球を含む血液が血管の中通りにくくなるから詰まりやすくなっちゃうってことなんですよ。ね、血管が詰まっちゃうんですか？そうそうそう、詰まりやすくなるんですよ。だからどこでも起こるんですけどね、例えばね、そういうのが心臓で起これば心筋梗塞でしょ、脳で起これば脳梗塞でしょ。網膜の場合はですね、網膜中心動脈の閉塞症とか起こりやすくなるし、それからね、もともと高血圧とか動脈硬化がある人の場合、網膜の中を走ってる血管のうち動脈と静脈がこうあちこちで交差してるんです。上になったり下になったりね、で動脈が上に乗られてるとですね、静脈っていうのは割と柔らかいんで上から押しつぶされちゃうんですね。そうするとね、内腔がこう潰れちゃうんですよ。そうするとなおさらね、そこで血液が詰まりやすくなるんですね。でそうやって静脈が詰まるのを網膜中心静脈閉塞症とか、中心静脈の、枝ですね、分子閉塞症っていう病気になることが多いですね。はい、でね、もっと後ろの視神経に栄養している血管とかね、その辺が詰まると虚血性視神経症っていうね、あんまり聞かないと思いますが、はい、そういう病気になったりもします。脱水で一番影響を受けやすいのはね、いろんな基礎疾患のある人なんですよ。だから普段の食べ物にも相当影響を受けてるってことなんですね。でつまりね、例えば高血圧動脈硬化が起こりやすいっていう人は、血圧が高かったりね、塩分を取りすぎていたりとか、あるいはそういうことを一切してなくても、本体性高血圧って言ってね、とりあえずと年齢とともに血圧上がってきちゃうと。血圧が上がると血管がね、より大きな圧力をいつも受けてなきゃならなくなるから、だんだん硬くなってきちゃうんですよね。硬くなると今度はなおさらね、血液が送り出された時に圧を吸収するような弾力性がなくなっちゃいますから、ますます高血圧になってちゃうっていうことです。で血管がいつも高血圧にさらされてると、血管の中のね、大事なそのツルツルしてる表面ですね、内皮細胞って言うんですけど、その内皮細胞がツルツルでなくなってきちゃうんですよね。でそうするとなおさらそこで血液が固まりやすくなっちゃうわけです。だそういうね、下地がある人が脱水症状になると、いろんなその病気をね、併発しやすくなっちゃうんですよ。だからね、もちろん当然のことながら脱水しないように水をよく飲むってこととか、汗をかいたりするとね、塩分が出てっちゃいますので、塩分も一緒に補給してもらうと、それからビタミン C をね、一緒に補給してもらうといいですね。だからフルーツ類なんかも一緒に摂ってもらったり、そういう風にしてもらうといいと思いますね。
うん、それで脱水が起こらないようにするにはそういう注意が必要なんですけど、そもそも普段からね血管を大事にしてほしいと思うんですよ。だから血管を大事にするといえば、血管の弾力性を保つためには不飽和脂肪酸を取ってくださいねってことですよね、はい。特にいつも言うように大事なオメガ3系の不飽和脂肪酸 DHA とか EPA とかアルファリノレン酸とか、まあ、そういった不飽和脂肪酸を取ってくださいねと。ただし、まあ、脂肪酸自身がねカロリーが高いですから、食べ過ぎると当然今度は肥満になってきますよね、ですからそこは注意して、ちゃんと健康は引き算からですから、はい、余計なものを減らしてそういうものをちょっと取ってもらうと。それから動脈硬化を起こしやすいような食品、不飽和脂肪酸に対して飽和脂肪酸ですね、それから不飽和脂肪酸の中でもトランス脂肪酸と呼ばれるようなものについては、これ動脈硬化を促進したりコレステロール上げたりしますから、こっちはなるべく取らないようにってことですね、うんうん、結構飽和脂肪酸とかトランス脂肪酸は美味しいものが多いんですよ、バターとかね、はい、うん、だからついつい食べちゃいたいんですけども、まあ、それは量を控えてね、普段から血管の弾力性を保っていただきたいと思うわけですね、はい。それからね、動脈硬化とか血栓に非常に悪い影響を与えるのは血液の中の糖分ですね。糖分、うんうん、血糖値が上がるといろんなところで具合悪くなってきます。で特にすきっぱらにフラペチーノとか行くとですね糖分がそのまま吸収されますので、血糖値がガンと上がってね、でインスリンがバーッと出ると今度は血糖値下がるっていうね、そういうスパイク状の血糖値の上下があると動脈硬化にも良くないと。それから血糖値もね、普段から糖体能が落ちてる人、つまりインスリンが少ない人とか、インスリンが追いつかないほど食べてる人とか、それからインスリンが出てるのに効きにくくなっちゃってるような人ですね、まあ、そういう人はインスリンがね結局相対的に機能しなくなると血糖値がなかなか下がってこない、と長い時間血液の中の糖分が高い状態で血管の中をずっと巡ってるっていうような状態になりますから、どんどん危険が増えてきますね、はい、うん、それで内皮細胞ますます糖化していくわけですね。だからそういうことを食べ物には十分注意してくださいってことですね、うんうん、いやついつい暑いな、喉乾いた、美味しいジュースがあるって、こう夏は特に飲んじゃうんですよね、うん、そうですよね、はい、夏はねもう甘い飲み物、かき氷とかも含めて美味しいですからね、はい、僕もねアメリカに行った時にアメリカには缶コーヒーってないんですよ、だからね飲みたくてしょうがないですよね。だから特に夏に日本へ帰ってきた時なんかはまず成田空港着くと自動販売機と缶コーヒー飲んでましたね。それでね同じ水分補給にしてもまず甘いものは避けてくださいって話と、それからねまあ大体ね男性の場合は3リッター以上1日に水分は取ってくださいって話になってます、ね、3リットル、うん、へ、女性の場合は、まあ、2.5から3の間ぐらいちょっと少なくてもいいと思うこと、ちょっと思ってたより多いです、うん、多分取れてないですね私ね、うん、そうなんですよ。で例えばですけど利尿作用の出てくるようなものね、うん、例えばコーヒーとかアルコールとかね、でそういうものはね結局脱水を悪化させるんですね、飲んだ分以上に出しちゃう可能性があるので、はい、喉乾いた時に甘い缶コーヒーとかカフェインが入ってたりするのは良くないですよね、うんうんうん、だからまあとりあえずフレッシュな水を飲むということですね、まあ、その辺を気をつけていただければ体の調子も普通に保てるし、目の病気、心臓の病気、腎臓の病気、脳のその血栓とかの病気はだいぶ防げるようになりますので、はい、その辺ね普段からの食生活とこの夏場の脱水症状の水分補給ですね、この辺をしっかりしてくださってですね、まあ、体も目も健康でいてくださいっていうことです、はい、はい、一緒に気をつけましょう、はい、病気を諦めない、年齢を諦めない、元気で長生きして100年迎えましょう。梶原アイケアクリニックではスタッフを募集しています。眼科の先生や首脳訓練士はもちろん、資格がなくてもできることがたくさんあります。究極のサービス業、医療の世界で輝きませんか。私たちと一緒に眼科難民を救いましょう。詳しくは概要欄をチェックしてください。どうでしょう今日のね、脱水と目のあるいは体のお話、役に立ったでしょうか。役に立ったと思った方はいいねマークとチャンネル登録をお願いします。ベルマークを押すと動画が上がるとお知らせが届きます。チャンネル登録するとベルマークが出てきます。それじゃあまたね。